ちょっとマルティネリすでに1枚もらってるんですけども、すでに1枚もらってるんですよ、マルティネリ。レッドが出ました。毎度毎度、ベン・メイブリーです。プレミアリーグ第6節、アーセナル対レスターシティ、私は U-NEXT の中継で解説を担当させていただくこのカードですので、その前に新しくリリースされた EA スポーツ FC25 でプレイしながら、ちょっとプチプレビューしたいと思います。私は前半ホームチームのアーセナルを操作して、後半からアウェイチームのレスターを操作することとします。アーセナルにすると、まあマンチェスターシティ戦の要因がずっと続く1週間となりましたけれども、ミッドウィークに両チーム合わせてカラバオカップの試合がありましたね。どちらも勝ったんですけども、アーセナルの方が圧倒的に、まあ、ポジティブの試合とできたと思います。ボルトン・ウォンダラーズを相手に、昔ね、プレミアリーグ時代、一時期ちょっと苦手としてたボルトンですけども、5対1の勝利をアーセナルが挙げました。ヌアンネリ、若手ヌアンナレ、割り切って結構ね、メンバーを変えてたアーセナルですけども、ヌアンネリの2ゴールで、初先発で2ゴールで、大活躍を見せました。アーセナルのコーナーキックはやはりゴールエリアの中に入れたい。今回はゴールに直結はしなかったんだけど、坂のチャンス、ハバーツ、結局ゴール入らない。そう、アーセナルのカラバオカップも良かったな。5対1でもデッカラン・ライスは先発で先制ゴールも決めましたし、あとはカラフィオリ、まあ、シティ戦に続いて先発でしたけども、ボルトン戦はセンターバック起用。いや、ちょっと危ない。危ない。喋りすぎる。うおー、ファインセーブ。そう、ゴールキーパー、カラバオカップでは16歳の若手をアーセナル先発起用でしたけども、それは第2ゴールキーパーネトが、すでに今シーズンボーンマスの選手としてカラバオカップに出ていたので、もう出場できなかった。もしかして、今週末、私は先発に入れてるんですけども、今週末、アーセナルデビューになるかもしれません。現時点の情報では、ライアが出られるかどうか、ちょっと微妙という状況なので、私はネットを入れまして、まあ、ボーマスでは、割とすぐ、クラブキャプテンになれましたし、すごく信頼できる存在となったんですけども、もうショットストッパーとして結構活躍しました。どちらかというと、ちょっと跳ね返す、頻度が多くて気になることはありましたけれども、マルティネッリ、そしてハイボール、高いボールの対応がちょっと危ないこともあったんですけども、まあ、第2ゴールキーパーとしてもしかして今週末デビューになるかもしれません。まあ、マンチェスターシティ戦の要因といってもね、現地でも日本でもそのアーセナルの後半のやり方いろいろ言われてしまいましたね。割り切って守って遅延行為などが多かったのかもしれませんけど、できるもんだったら私もすると思いますよ、普通に。だってアーセナル一人少ないでしょ、残り45分も。しかも相手があのマンチェスターシティですよ。できるんだったら私もする。それしかないんじゃない。しかも、まあ、98分にね、同点ゴール入れられて、あとアジアアーセナルからしたら悪かったかもしれませんけども、それまでは十分守り切ってました。まあ、新作なので、ちょっとまだ練習ができてなくて、アーセナルなんか思い通りの攻撃、申し訳ない。できてないですけども、まだまだ時間があります。まあ、アーセナルね、過密日程が続いて、来週のミッドウィーク、チャンピオンズリーグ第2節、パリ・サンジェルマン戦も控えているので、このレスター戦のメンバーどうするか、っていうのはあるんですけど、
今のところレスターの守備を崩すのを私は苦労しています。アーセナルが操作して1点ぐらいは決めたいですよ。さすがにサカからジェズス先発メンバー入れました。マルティネリー、来た来た、オフサイドないでしょ、よっしゃ、アーセナル先制、マルティネリー。これもね、私が操作してるんですけども、強いチームの証。ボルトン戦でもめちゃくちゃ思ったんですけど、マルティネリーもその一人、後半途中から出たレギュラーメンバー、もう 4-1、5-1 の点差がついていて、決着がとっくについているのに、ハングリーさ、もう一点取りに行こうというハングリーさを見せたのが、真の強いチームの証だなと思いました。それからなかなか我慢しないと、シュートチャンスが作れないような展開になっても、アーセナルはその我慢強さを持ってるように思います。それを私が操作する時でも見せることができてちょっと嬉しいですけども、後半のうちには失点したくない、リード守りたい。マーベディディ、おー、マーベディディがエバートン戦で同点ゴール、レスターの同点ゴール入れましたね。彼がちょっとキープレイヤーになるかもわかりませんが、ガブリオの怪我大丈夫か。跳ね返してクリアして、まだプレイが続く、まだ終わんない、まだ終わんない、まだ終わんない、バーディー、サポートがあんまないんだけど、カラフィオリのタックル。前半終了、アーセナル1レスター0。マルティネリのゴールでなんとか私先制ゴール決めましたけども、後半がレスターを操作して、主にレスターの話をしたいと思います。後半スタートです。私、後半がレスターを操作します。1-0 のスコアで折り返していますけれども、レスターを操作して何ができるのか、私、バーディーオフサイド。ですけど、ここでイエローカードが出ますね、マルティネリー。レスターは1週間前のエバトン戦で結局1対1のドローとしまして、もう本当に世界が終わるような大雨が途中から降って、ちょっとめちゃくちゃの時間帯もありましたけども、それ以外の時間帯で言うと少し元気なかったなと思いました。エバトンは割と簡単そうに後ろから回すこともできたし、ちょっとレスターのプレス、あまり元気がなかった。その前のパレス戦はよりそういったところが良かったんですけども、まあ、レスターのスティーブ・クーパー監督がミッドウィークのカラバオカップ4部ウォルソルとのアウェイ戦で先発メンバー10人も入れ替えて、センターバックのオコリだけ先発に残ってたんですけども、メンバーだけ見て、レスター結構厚みあるな、すべてのポジション入れ替えても、いい選手がいるなと思ったら、蓋開けて全然元気がなくて、ボールは保持できてたんですけども、さすがにね。だけどおっと、アユ、おー、コーナーキックのチャンス。そう、もうウォルソル 5-3-2 の並びとなって、中盤でレスターがボールを失うと結構すぐ攻撃を食らって、ウォルソルの方がどちらかというと、高チャンスを90分で作ってたんですよ。レスター、とっても勝利に値するような内容を4部相手にも見せることができなくて、結局 PK 戦で 3-0 で勝って、第2ゴールキーパーのウォードが全部相手の PK 止めたのですけど、あの試合でね、プレミアリーグの先発メンバーに選んでもらえるようにアピールしないといけない選手が多かった中で、全然アピールができなかったな。それが少し残念でしたが、私はこの試合に向けてちょっとね、現地のレスターサポーターとかジャーナリストが、この21番リカルド・ペレーラ、そろそろプレミアリーグのメンバーで使ってほしいという声が結構多いんですね。ちょっとマルティネリ、すでに1枚もらってるんですけども、すでに1枚もらってるんですよ、マルティネリ。レッドが出ました。おっとっとっと、アーセナル、今回は
プレイが止まった後ボールを蹴ったっていうのではないんですけども、イエロー1枚もらった状態でマルティネンリのレッド、なんとなんとまたアーセナルが判定に嫌われてしまうという展開になりました。まあ、この21番ペレーラを先発メンバーに入れたんですけども、これまでレスター基本的にジャスティン右、クリスチャンさん左というサイドバックの構成で、私はそれちょっといじってジャスティンを左にしてちょっと最終ラインに残る戦術、右のペレーラを攻撃参加するサイドバックとしてちょっと入れているんですけども、10人相手にまだ、まあアーセナル10人で守りきれるチームだと思いますけども、レスターを操作している私チャンスかもしれません。新加入のアユーがレスターの右サイドでプレイするんですけども、もう右サイドバックが攻撃参加するので、アユーが基本的にもトップ下セカンドストライカーのような位置まで絞ってくることが多くなります。私ちょっとエネルギーが足りていないので、そろそろ交代が必要になってくるんですけども、プレイがなかなか止まらない。ちょっとレスターを操作するのはね、アーセナルの時ほど全然簡単ではないですね。アユキープできず、いやーゴールから遠いからな、アーセナルまだまだ試合を支配されてしまっていて、プレイが止まるチャンスを待ってるんですよ。ちょっとメンバーを入れ替えたい。ほらすぐ失っちゃうからプレーが止まらないんだよな。まあアーセナル10人でプレイすることにいくら慣れているとはいえ、私もっともっとレスターを操作して頑張りたかったんですよ。ガブリエル・ジェスース、いやーまあやっとリスタートが来ましたけども、レスターを操作する側としてちょっと嫌な形で来ました。やっぱりアーセナルは強い。はい、メンバー5枚入れ替えますけども、もう残り時間がほとんどありません。アーセナル。一人少ないですけども、ガブリエル・ジェズスがアーセナル2点目を決めました。リカルド・ペレーラの攻撃参加私期待して使ったんですけども、新加入のエドワールを投入しました。そしてファタウンを投入しまして、もう早速チャンスにつなげたんだけど時間が足りていないな。ショートにしようかな。アーセナルセンターバック強いもんな。バタウ、うわまたネットファインセーブ、ネットのデビューでクリーンシートを 守りきっている。またショート行こう。ボアナ乗って、またディフレクション、またコーナー時間があるか。ボアナ乗って先発で使う方がレスター中盤3枚にしても4-4-2にしても4-2-3-1にしてもちょっとバリエーションの幅がちょっと多くなる気がして、彼もキープレイヤーの一人かなと思いますけども、1点返すことができず、結局アーセナル2レスター0というスコアになりました。もうアーセナルまたイエロー2枚目とレッドが出た退場者を出してしまったのがちょっとリアルすぎる、痛いほどリアルすぎるかもしれませんけども、 2-0 は現実的なスコアかもしれませんね。私 U-NEXT で喋りますんで、ぜひ皆様お楽しみにしててください。ほなな、ベン・メイビーでした。